始まりました動物の森。今日も頑張ってやっていきましょう。今日はですね、まあ、早速工事の格好をしてるんですけど、ここのね上和風エリア、これを作っていきたいと思います。竹もねちょっといい感じで結構育ってきてて、キャンプエリアも無事に移動したことですし、和風エリアをね作っていこうと思っております。でちょっとねこの辺もう何にもなくしちゃいました。それでここの外側に柵を立ててたんですけど、ここの柵をやめまして、でこっちのね内側に柵を立てることにしました。というのもね、ここが斜めなので柵立てれないじゃない。なのでここの内側に柵を立てます。和風の柵をこっちに立てちゃってから内側に立てようかな。それもいいかも。ですね、低いついたてっていうのをもらって、それがねなんかリメイクできるっぽいんですよ。これどんな感じ、絵がつく。春夏秋冬、なるほどね。春夏、とりあえず春にしとこうかな。よし、かわいいわ。よし、じゃあ行きましょう。じゃあ和風の柵立てていきます。そういうことか。じゃあこうして、でこうしたらどうかな。うわー、ここまで横向きが良かったけど無理か。こっちも和風の柵立てていきます。スペースが足りなかったら前の方にも崖を伸ばしていってもいいかなと思っております。で竹垣を立てます。竹垣の中が露天風呂のエリアっていう感じですね。そして一回ねこれをどかしましょうかね。ここに露天風呂を置きたいんだけど、露天風呂だけだとちょっと寂しいかなぁ。竹のフロアスタンドこの辺に置いて、これはまあここでいいでしょ。フロアスタンドをこっち側に置きましょう。入り口にね、ここはまたこの柵で区切ります。竹垣を立てる。そしてですね、ちょっと工夫を凝らして、まあこんな感じにしましょうかね。そして問題はここですよ。五右衛門風呂、五右衛門風呂はですね、石畳をまず引きましょう。五右衛門風呂をですねここに置きたいのですが、微妙な位置になってしまうんだよね、五右衛門風呂が。まあしょうがないので五右衛門風呂を置きます。はいはい、どっちにしろ微妙な位置にしか置けないな。いいんじゃないかな、割といい気がしますけどね。ちょっと五右衛門風呂はね燃えてるので、何も置かずに行こうと思います。ちょっとより秘密感を出すためにこうしましょうかね。よし、じゃあここに橋作ろうかな。ここら辺に橋を架けたい。この辺やっぱり崖もう一個広くした方がいいな。これ崖もう一個だけ広くします。そしたら橋が多分余裕を持ってできると思うので。ちょっとまあとりあえずやってみましょうか。これでどうかな、いけるんじゃないかな。ちょっと
この仕組みが多分ダメだな。そうなると。うん、こうかな。まあ、こうかな。こうですね。これでいきましょう。ここにもやっぱり竹のフロアスタンドを1個持ってこようかな。で、ここはいけない感じにします。じゃあこれで1回やってみようか。橋できるかどうか。これですね。赤い和風の橋。これです。お願いします。はい。じゃあ1回やってみましょう。あ、ダメだ。あ、もうちょっとこっち側に引っ張らないとやっぱりダメなんだ。もうちょっとこっち側やってみます。多分こっち側はいけてるんだよね。こっち側がいけてないのかな、きっとね。じゃあもう一個向こうに押すか、ここを増やすかだね。もう一個こっちにしたらどうなるんだろう。もうちょっとだけやっぱり崖を増やしますかね。じゃあこんな感じでどうかな。だいぶ3段目広くなったよ。こうしたらギリギリいけるんじゃないかな。やってみましょう。お、いける。ちょっと見てみようね。おー、立派です。とても立派です。もう一個向こうに押したいな。どうですか？どうですか？これで。感じだね。もう一個だけこっちにしてみよう。さあ、これでどうですか？うん、いい気がする。これいいんじゃない？ここにしましょうかね。うんうんうん、よいよい、これにする。はい、よかった。難しかった、斜め橋。よしよしよし。じゃあとりあえずちょっとここを、ここだけ丸くしておいて、いい感じ。じゃああとはここの石畳を引いていきましょうかね。石畳をね、どうしようっていう気はするんだけど、まあ、こんな感じにして、で右と左に分かれるという。そしてまあこの辺にはですね、竹を立てたいんですよ。あー、この辺は埋めれないのか。竹どうにか1本。あ、いけた。よし、ここはいけないかな。あ、いけた。よし、いいんじゃない。こんな感じでいいんじゃない。で、これがまあニョキニョキ伸びるはずなので、
伸びたらいい感じになると思うよ。じゃあ、あとはこの辺に花ですね。ここだけは土の道にしておきます。あとはまあ自然に生えてるっていう感じにしておいたらいいかなと思ってるので、ここに埋めて、とりあえずこんな感じで埋めておきましょうかね。はい、でこっからお風呂に入っていけるという感じです。ちょっともうちょっとだけここ引いとこうかな。ここまでだね。うんうん、オッケー。じゃあここの石畳の先もつなげていきましょうか。まあまっすぐつなげちゃったらいいかな。ここはよし。じゃああとはこの辺のエリアを整えましょう。いろりはここでいいと思うんだよね。マイデザインでね、畳書いてる人がいて、それを真似したいなと、ちょっとそこはねまだ思っていますので、まあそこはちょっとやっていきたいところではあります。こんな感じですかね。流しそうめんここに置きましょう。ここ流しそうめんエリア、子供たちはここで流しそうめんをしましょうというね。大人たちは温泉に行っているから、子供たちはここで流しそうめんをします。竹のフロアストーンとちょっとリメイクしようかな。枯れ竹1個だけちょっとこれやってみます。じゃあここにフロアスタンドを置きましょうかね。青色じゃなくてこれかな。あ、そう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 、あ、いいんじゃない、いいんじゃないでしょうか。あと竹のびっくり箱、はいはい、こんな感じで。ついたてがあったな。ついたて、ついたてどうしよう。ここら辺にまあ飾るしかないか。低いついたて、これを飾りましょう。はいはいはい、なんかもうちょっと欲しいね、何枚か。低いついたてをどうにかゲットします。でもまあこんなもんかな。そうしたらまだまだ改良の余地はありそうなんですけど、とりあえず今日はこれで終わりにしましょう。まああとはね、ここの橋ができたら OK という感じで、この橋ができたらまあこの辺のね雰囲気も見てもうちょっと変えるかもしれないので、まあ和風エリア第2弾はとりあえずこれで終了ということにしておきましょうかね。フロアスタンド、この低いフロアスタンドもねもらえたら、どっかでゲットできたらゲットしたいと思うので、まあその辺も次回やっていきたいと思います。ということで、よろしければぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。他にもたくさん動画上げてますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。Thank you.